前科3番893番チョリキ太郎です。本日のお話は令和の虎出演者ら賭けポーカー容疑、経営者など14人書類送検、人気 YouTuber らが書類送検。まあ、逮捕じゃないんだなこれね。ここですよ、ここ。友達同士なら大丈夫かなと思った。すごいですねこれは、すごい。もしそれが通るならね、暴力団やヤクザの人たちが賭博行為をやった時、みんな友達なんで、みんな知り合いなんで、いいわけありませんよね。なんかその塾とか、そういう会社経営者とか、アパレルコンサルとかね、プロゲーマーとか、そういった方です。それがどうかぐらいわかるよね。本当に一言私に聞いてくれれば、 YouTuber の仲間にこういうことやっていいんでしょうか、そしたらそれはダメですよって教えてあげたのに、ああ書類送検、書類送検っていうことはね、まあこれ何らかの罪に行くんで、前科はつきます。前科一犯って名乗ってほしいですね。皆さん、今度から YouTube は前科一犯と名乗って やるべきですよね。まあ前科者の仲間となればね、まあいろいろ後輩がいますが、 YouTube の業界でもね、前科だけ行けばそういうことですね。あ、これは良かないね。保安課によると14人は去年と10月と今年2月、東京都新宿区と台東区の会社事務所で賭けポーカーをした疑いがある。ポーカーはテキサスホールデムという種目で、どうかは14人が昨年6月頃から今年2月頃に約60回開催していたと見ている。収支を LINE で報告し、バカですね。 LINE は証拠残りますよ。はい、バカですね。教えてあげたい。月末になると清算する仕組みで、1ヶ月で約90万円を買った容疑者や約70万円を負けた容疑者もいたという。あららららららら、ら令和の虎、登録者約55万人。令和の虎、何の虎なんでしょうね。もう令和にも謝ってほしい。企業を希望する人たちの事業計画を聞いた投資家たちが出資するかどうかを判断する企画で人気だった。出演者らが賭けポーカーをしているのではないかという疑惑がネット上で持ち上がり、今年2月に出演者らが謝罪動画をアップしていた。またどうかはディーラーとしてカードを配っていたとして、アルバイトの女性と会社員の男も賭博ほう助容疑で合わせて書類送検したということなんですね。あらららららら一生が台無しでございますね、こんなことをしてね。厳しいですよ、前科者に対して。世の中は本当にかなり厳しいのでね、覚悟してやっていただきたいな。ね。うわぁ、皆さんこれ聞いて、うわぁ、こんなことして。でもですよ。本来で言うと、賭け事、皆さんやってませんか？友達同士で何かをかけて握る。ゴルフ、麻雀、すべてダメですよ、お金がかかったら。あ、ドキってしてますね、皆さん。社長さん、これ聞いてる。40代、50代、60代の社長さん。私の視聴者はそこが多いんで、ドキッとしてますね。それも本当はいけませんよ。本当は良くないんですよ。友達同士だからいいっていうことではないということは、今回ね、その経営者の令和の虎の方たちがね、模範を示してくれた。まあありがたい。ダメなんだと。ダメなんだ。やっちゃいけないんだ。うちうちでもきっと舐めてかかってたんでしょうね。うちわでやっているから大丈夫。外にも漏れない。最初はこの決められた人数。それが友達呼び、誰かを呼び、お金が勝った負けたっていうことを、何らかのことで、別にこれが本当に当たり前かのように言っていたことが漏れて、それがこういう形になった。恐ろしいですね、SNS。まあ中にはね、ここ本当に巻き添えを食ったり、いろんなことがあるとは思いますけど、ダメなものはダメですよ。本当に許されないですよ。厳しいですよ、前科者には世の中が。ね、本当に、何ともなっていかないですよ。はい。まあね、賭け事ぐらい、それぐらいみんなやっているじゃないか。俺だけじゃない。そういうことは通用しません。一切通用しませんので、覚悟してこの厳しい社会をね、生き抜いていっていただきたいというお話です。以上。